お名前は？イモックマさん。イモックマさんですか。あ、こう、あ、なるほど。このキャラは見たことありますね。マキシマジャズより、さあどうなっていくのか。レディーゴー。さあ、おお、確定したな。レシピにうまく逃げて、なあ、バックジャンプD、これは確定する。さすがに勝利は出ないか。避けて、コンボにはいけない。さあ、レイスピンシットで逃げる。レイパーキャノン、ガーキャンで安全に。さあ、しゃがしまえ。さあ、これが、いやー、強コンで前線取って、ガーキャンで切り返していく。うおー、これは未来が見えたか。上り石、そして出てくるのはリナ・ジャズ。出た、めくり。さあ、昇竜 BBB 昇竜。さあ、シフトが出ない。これはひよっている、お互いひよっているか。スタンして、これはもうかなりきつい状態。矢神よりはリーダーでもない。さあ、出ないか。青い花から置き攻めは前転で表、バックステで回避。さあ、矢神より使う人初めて見たんですけど、どういう動きな。めくって電流列が。さあ、そしてなんか勝ってるんですけど、かなり緊張した表情ですね。さあ、でキャップ最後ですね。キャップ、まあ、対抗戦はなんかいいコンボ決めたいなみたいな感じで言ってたんで、キャップはなんか対抗戦はいいコンボ決めたいなみたいな感じで言ってたんで、なんか難しいのやってくれる可能性も。そうですね、まあ、まあ、オズのめくりからすごいのあるんで、キャップはすごいのが。まあ、とりあえずこのクーラクーラこれがどうなる。さあ、うおっと、いらないタイプ。さあ、強パンで暴れていく。まずこのクーラクーラだが、バイツで対空っていう概念があんまりないんですよね、この組み合わせは。さあ、取っていく。めくり、めくり、スティが正面、ジャンプシーの鬼、立ち見ブレス、斜めしはガード。これは避けて、これは当然変えていく。さあ、落として、わざと落とす。これが初期スタイル。勝利取る、これを見てましたね。さあ、これはどうする、勝利。さあ、上り D から投げて、しゃがみブレス。さあ、うまく逃げるキャップ。さあ、ガーキャンで安全に切り返していく。これはまだ生きている。中段当てて、レシピ前見、昇竜、まだ生きている。さあ、ここでクーラーを生かす。見えないめくりから、ここはセービング温存。しかし、エースに行く。これは分からない。こんなの空振ったら確定ですよ、この集中力。さらに置き攻め、見えない。ここはピオル、ジョーカー。さあ、対抗戦は対照戦になりました。クーラ同キャラで生き残ったのがかなり大きかった。
Game over. さあ対象戦はユーラシアさんとキャップ。オズで行くんですかね。オズか。ここはキムではなくオズ。一番はオズクラ。さあまずオズクーラー、オズ側はいかにこのジャンプ打ってほしい。これを触るか、これが触れるとかなり大きい。逃げジャンプ D、 逃げジャンプ打ってほしい。これは当たらないから出さないスピード。さあこの展開はどんどん速くなっていく。さあジャンプ打ってほしい。うまくガラさせるユーラシアさんのオズワルド。さあ立ち、さあ割と遅い展開ですね、思ったより。さあジャンプと足、これはエース、いかない。ホッパー、おっと、さあジャンプじゃなくてそれはオズをジャンプをよく取れたか。ホッパー取るでしょうね。そしてリーダーオズは撃沈びっくり。これはワンスタン、間違いなくワンスタンしますね。あっと、しかし繋がってるので結局ワンスタン。前からのチェーンドライブ当てて、まだ生きているのがシャーラーで、おっとまだ生きている。はい、削り取って、オズ対クーラーもう一度。さあキャップ状況が厳しい。さあキャンで切り返して、さあこれはしっかりと、さあ勝利で締める。ゲージオンゾーン、さあジャンプシーからまだセービングが打てないので、あーこれはうわー、リバーサのレイスピンからのコンボで勝ったのはユーラシアさんですね。ゲームオーバー。すいません、どうもありがとうございました。以上をもちまして、イレブン勢 VSKOF 勢の、試合を、終了いたします。イレブン勢の勝利で終わります。どうもありがとうございました。